こんにちは、店長の岡部です。あっという間に1月後半に入ってきまして、早速店頭に春の新作入荷が始まっております。中でも今回目玉となるバブは入荷いたしましたので、実際にですね、着用できるものは着用しながらご紹介していこうと思います。このチャンネルでは、長年セレクトショップの店長兼バイヤーとして働いてきた僕が、主に30代以上の大人の男性に向けてコーディネートのコツだったり、おすすめのアイテムなんかをご紹介しております。30歳過ぎると今まで着ていた服が似合わなくなったり、何を着ていいかわからなくなったりと、ファッションに関するお悩みが増えてくるかと思います。そんなお悩みを解決できるように情報発信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をして最後までチェックしていってください。はい、早速一つ目ですね。こちらオーバーサイズピーチドビデイルカジュアルというモデルになります。ベースになっている形はビデイルジャケット、素材がピーチスキンという桃の皮をイメージしてもらうと分かるんですけれども、少し毛羽立ったようなこう柔らかい風合いの素材が使われております。オーバーサイズという名前の通り、通常のビデイルよりも身幅、腕回り、しっかりゆとりのとってあるタイプですね。素材がワックスとかオイルを使ったものじゃないので、非常に軽くて羽織りやすい、これから春に使いやすい素材となっております。もちろん中を着込めば、かなり長いシーズン対応できるんじゃないかなと思います。こちらですね、ピーチスキンシリーズは以前も販売されたことあるんですけれども、もうほぼほぼどこのショップを見ても完売している人気商品になってまして、今回ですねまた登場ということになってますので、欲しかったという方はですね、ぜひ今回のチャンスを見逃さないようにしておいてください。はい、で入荷カラーなんですけれども、こちらのライトベージュというカラーと、こちらグリーンですね、定番のバブアらしいオリーブカラーですね、の3つ目がネイビーの、こちら3色ですね、今回当店では入荷しております。でサイズ展開なんですけれども、36から40の3サイズをご用意しております。36に関しては、メンズとレディース兼用でユニセックスで使えるようなサイズ感にもなっているので、1着買ってパートナーと共有で使うっていうのも全然ありだと思います。じゃあ早速ですね、こちらのベージュカラー上に羽織ってみたいと思います。はい、身長170センチ、体重55キロ、痩せ型の僕でサイズ36を今着用しております。僕の身長体重で36がちょうどいい感じかなというサイズ感ですね。袖はですね、通常のビデールとかだと中にこうリブがついてたりするんですけども、こちらはですね、中がすっきりともう重ね着しやすいように作られております。で袖口にボタンがついてまして、ここで絞りを調整する感じですね。女性が着られる場合は袖が長くなってくると思うので、こちらを蓋折りとか巻いてもらうと、こんな感じでですね、少しこう抜け感もあっていい着こなしができるんじゃないかなと思います。通常のビデイルではですね、こういった袖まくりみたいな着こなしはできないので、このあたりがですね、こちらのピーチスキンモデルの大きなポイントになってくるかなと思います。あとはやはりオーバーサイズということだけあって、身幅、腕回りですね、しっかりゆとりが取れてますね。今のトレンドファッションにしっかりコーディネートしやすいデザインとなっております。でポケットの付き方なんかはですね、通常のビデイルとほとんど変わらないですかね。もうなんかですね、着た感じすごい軽くてですね、なんかバブワを着てるって感じもしないんですけれども、すごいおしゃれですよね。やっぱこのベージュカラー、すごくコーディネートしやすくて人気出そうですね。それでは2つ目の商品ご紹介していこうと思います。はい、2つ目の商品はこちらですね、オーバーサイズトランスポーターカジュアルというモデルになります。ベースになっている形はトランスポートですね。そちらのオーバーサイズシルエットで、さらに素材も先ほどと同じピーチスキンが使われているモデルとなります。ものすごく軽量で肌触りのいい生地ですね。今ですね、やはりアウターの着丈、ショート丈がトレンドになってきましたので、こちらのトランスポートの形の方が男女ともに人気が出てきております。でトランスポートぐらいの着丈だとですね、そこまで短すぎずコーディネートしやすい形となってますので、ショート丈トレンドとはいえ、なかなか年齢的に抵抗あるよねという大人の男性にも、まだこちらの形だったら取り入れやすいんじゃないかなと思います。では早速着てみたいと思います。はい、着てみるとこんな感じですね。こちらも先ほどと同じサイズ36を着用しております。で先ほどに比べてですね、やはり着丈の短さが大きなポイントになってきますね。身幅だったり腕回りのゆったり感は、さっきのビデイルのオーバーサイズとそこまで変わりないかなと思います。あとはトランスポートの大きな特徴であるポケットの付き方ですね。この横から手入れれるっていう形がトランスポートの大きなメリットなので、やっぱりこの使い勝手の良さ、非常に魅力的ですね。でこちらの今回入荷カラーは、このグリーンとライトベージュ
とネイビーがですね36が1着だけ入荷してたんですけれども、そちらが早々に売れてしまったので今回ちょっとご紹介できないんですが、また38と40の2サイズは入荷すると思いますので、まあ、そちらですね大きいサイズのネイビーを探しだった方はお待ちいただければと思います。こちらもですねちょっとこう袖曲げて着たりしてもいいと思います。やっぱりこのカジュアルシリーズの大きなメリットは袖まくりができることなので、こうやってですねその日の気温だったりコーディネートに合わせたアレンジができるっていうところですね、普通の定番バブワとの大きな違いになってきます。はい、それではもう1種類ですね入荷してますので、そちらご紹介していこうと思います。はい、最後3つ目ですね、こちらオーバーサイズトランスポートシャワープルーフというモデルになります。ベースになっている形は先ほどと同じトランスポート型なんですけれども、素材がですねこちらナイロン素材で、シャワープルーフという名前がついている通り撥水機能を持った素材となっております。あと大きな特徴は素材の軽さですね、めちゃくちゃ軽いので、これからですね暑いシーズン、ジメジメと蒸し暑くなってくるシーズンでも羽織りやすいジャケットなのかなと思います。でこちらのお色はですねオリーブとネイビーの2色を入荷しております。ではちょっとこちらネイビーの方を着てみたいと思います。はい、こちらもですねサイズ36を今着用しておりますが、生地がですねやはりナイロンでちょっとこうシャカシャカした生地感になるので着心地がまただいぶ変わってきますね。でとにかく軽いです。あとはまあナイロンを使っているのでスレにものすごく強い生地となってます。結構ラフにガシガシ扱っても大丈夫なんじゃないかなという感じですね。ただこの襟の部分ですね、この部分が他のモデルと違って切り替わってないので、なんかですねバブワーといえばこの襟のコーデュロイ素材っていうのが人気だったりはするので、まあ、このデザインが好き嫌いは分かれるかもしれないです。個人的にはこれはまたシンプルでかっこよくていいなとは思っております。あとはまあ天気が悪い日とかにも気兼ねなくさっと羽織れるっていうのはかなりポイント高いですね。まあ、こちらの素材がですねお値頃価格にもなってますので、コストパフォーマンス的にもすごくいい一着なのかなと思います。今回ご紹介したこちらの3種類新作ですね、早めに通販ページもご用意しようと思ってるんですけれども、もう早速ですね店頭では動き始めちゃってサイズ掛けし始めております。なのでもしかしたらですねご紹介する間もなくなくなる可能性もございますので、お近くの方はですねぜひサイズが揃ってるうちに店頭に見に来ていただければと思います。それでは今回はちょっと短い動画でしたが、バブワの春の新作入荷してきましたのでそちらのご紹介でした。これからもですねいろいろと春の新作入荷がスタートしますので、店頭はですねセール期間ではあるんですけれども、そちらの新作も合わせてチェックをしていってもらえるといいかなと思います。おしゃれな方はですねもう1月から新作チェックスタートしてますので、ぜひそこをですね見逃さないようにしておいてください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思われたら、参考になったと思われたら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。